懐かしいルート市川海老蔵、父との思い出。歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが11日に自身のアメブロを更新。亡き父12代目市川團十郎さんとの思い出のある場所について綴った。この日海老蔵さんは懐かしいいつものルートと述べ、街の風景の写真を複数枚公開。このルートは父との思い出あるからここなんですとコメントした。その後に更新したブログではちらほら桜目に入ってくると切り出し、いい季節、大好きな季節だけど黄砂でなんか喉イガイガと綴った。またその後にはランニング後汗かいてというタイトルでブログを更新。シャワー浴びてついでに絞り出す、サウナタイムとサウナでの自身の姿を公開し、幸せを感じます、福岡での日課再開にと述べ、ブログを締めくくった。ファンからは、わあ懐かしいな、子供たちがもう少し大きくなったら一緒に来れたらいいね、いい思い出ですね、などのコメントが寄せられている。12代目市川團十郎、市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。